お待たせしました。明日からコルメ喫茶企画展金魚たちの見る夢はが始まります。その前に作品をちょっとザザーとですが動画でご紹介したいと思います。まずこちら金田敦子さんの月と龍金です。8800円、サイズはこれぐらいの飾りやすいサイズ。やだ、私手にやばいゴムしてる。よいしょ。そしてこちらアンダーザフェーン、いつも読み方わからないんですよ。志田洋子さんの作品です。今回お値段がいつも安いけどあまりに安かったんで小さい作品なのかなと思ったら、ご覧ください。これ私の手、電信柱この電信柱がアクセサリー掛けなどもできて4400円。月と金魚、このお月様大きいですよ、わかりますか。ちょっと眼鏡不思議で、でマントのような服に金魚を連れてます。こちらでなんと税込み9900円。そしてこのワンちゃん、唯一少しまともな子かなと思うんですけど、立ち方も可愛い。メガネ実はあっちゃこっちゃいってます。ぐるぐる回ってる。この子が6600円。そしてこのランチュー、ランチューが人型になってるというびっくりの事態。この作りもめちゃくちゃ凝ってます。はい、粘土も使われてますね。でランチューも9900円です。どうなってるんですかねこの世界。はい、欲しい方多いと思うのでチェックお願いします。こちらも同じく志田洋子さんの線香花火という作品です。手がね線香花火みたいになってます。サイズ感は、まあ、私の手は何度も言いますけど私の手は大きいです。割とこうしっかりしたサイズ。そしてこの下のこのうさぎのようなうさぎじゃないような二人、片目がねなんか宝石みたいなんですよね。片目は刺繍かな。でこれが大きいんですよ、ちゃんとわかります。で首がジョイントでぐるぐる動くようになってます。なんとこれで11000円。ちょっと他の作家さんたちからも困るっていうことを言われました。カク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 。はい、こちらも11000円。やっぱり目に片っぽ宝石で片っぽが刺繍かな。足もちょっと面白い作りになってます。でこちらにあるポストカードなんですけど、お買い上げの方とあと残った分は欲しい方にどうぞプレゼントしてくださいという志田さんからのプレゼントになります。どうぞお待ちください。さて壁も行きます。はい、こちら金田敦子さんの金魚連合龍金座、ね、これDM の候補に書いてくれた絵の一つなんですけど、見て乗ってる熊の顔、ハローの顔、推しは右下のこの熊ちゃんです、ね、こちらサイズ割としっかり大きめで22000円、税込みです。でちょっと離れるとサイズ感わかるかな。こちらコーヒートリコさんのきらめく水の中という作品です。絵は F3 で額が 34×29、税込み82500円です。最初は普通の金魚だったのがどん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 、わかります、塗りがね立体的で本当にパールしてるみたいな、でこうきらめく宝石がついている。で鬼黒のラメリボン、ラメ入ってるように見えるな、ラメのようなリボン。でトリコさんが描くと金魚は赤じゃないですね、トリコピンクになります。家にこんな感じの大きめのね金魚が泳いでたら素敵じゃないですか。はい、じゃあ次行きます。ちょっと光っちゃうのでね映しづらいんですが、今回初参加赤綿さんのおぼろげな夢という作品です。なんか金魚のような頭のしたような不思議な生き物がお腹に金魚の劇場を持ってますね。で頭にはこうお月様かな、金箔がね使われてます。わあすごいなって思った作品でした、こちら。はい、おぼろげな夢、こうやってサイズ感全部わかるから、さっきの敦子さんの絵と
かと比べるとこんな感じのサイズ感ですね。でこちらが 42,900円、全部税込みでお話ししています。で今下にちょっと映ったこちらが今回初参加中村彩香さんの私の怪獣シリーズ夢の中のこと、この絵が今回3つ出してくださった中で一番大きめなんですけど、もうねガラスでよく映らないのは悔しい。怪獣はウサギのようなんですけど尻尾がちょっとふさふさしてて、でもいつも女の子を見て笑ってるんですよね。でこれはなんか実物見ると雲がただの水色じゃなくてこう薄紫と白とこう水色みたいなこう淡い色が混ざってます。このちっちゃい女の子も、ちっちゃいというかあのサイズが小さいって意味です、はい、この女の子も毎回出てくるんですけど気になります。ストーリー性のある作家さんですね。はい、こちら税込み 33,000 円です。そしてこちら今回初参加木戸敦子さんの作品です。想像したより絵がちっちゃくてびっくりしたんですよ。でも想像したよりちっちゃく見えるってことはそれだけ絵が綿密に描かれているということなんです。テンペラがですね、こう女の子がテーブルの上に何か自分の世界、大好きな世界を作ってるような感じです。でこちら忘れられた風景2、税込み 44,500 円です。でサイズ大きく見えるんですけど本当にこれぐらいの絵なんですよ。ただあのこれ定型じゃないサイズで描かれたとのことで、これに合わせて額をオーダーしたそうで、この額がかなりお金もかかってるそうです。紀藤さんこれからとても人気出ると思うので、良いと思った方ぜひじっくりご覧ください。はい、こちらコーヒートリコさんとってもウキャッとした猫です夢の中で私はいつも白い猫だったという作品です。トリコさんの絵はね、実物見ると本当に立体かなと思うぐらい厚くこうポコポコ塗られています。なんかこの手にね家抱えて目がキラキラしててその中に宇宙があって、とても私はなんかこう好きな絵です。後ろのお月様なのかな、輝く空も素敵ですね。はい、こちら税込み 55,000 円になります。でこちら勝木和夫さんの作品、今回5作品出していただいてるんですけど、あの全部あのしっかり額装されてるんでポストカードサイズに見えないんですけど、手法違うんですけど全部 27,500 円なんですね。こちら珍しく線だけで描かれた絵です。普段これに色付けしてあるのでちょっと印象的で気に入ってます。こちらが月のない夜 27,500 円です。そして同じく勝木さんのちょっと他のものが映っちゃってあれなんですけど、クライングムーン、まあ泣いてる月ですね。こちらもちょっと線画に少しこっちは色入ってるかな、同じサイズでこちらも 27,500 円です。そしてコーヒートリコさんの今回一番大きい作品はこちら美しい友達、額が 44cm×35cm でお値段税込み11万です。あの白熊さんがね嬉しそうなんですよ。本当に友達来たっていう嬉しさがあるんでしょうね。でまたこのランチューがすんごい綺麗なんです。で手が人間だからなんかこれ自分に置き換えてみたりすると面白いのかなと思いました。絵のサイズ感的にはこんな感じ。そしてここに映りましたのが今回紀藤さんが新作で描いてくださった鉛筆画です。冷たい夜の夢で、こちらが税込み 28,000 円です。鉛筆画ですけどそこに逆にこの金魚だけ色ついてるのがなんかドキッとさせられますね。これはちょっと皆さん実際見たらえちょっと安くないって思われると思います。そしてこちら春尾シアター税込み 19,800 円です。これも DM 候補のために描いてくれた1枚でした。あらそんなに大きくない絵なんですけど、まあ、これまあでもちっちゃくもないかな敦子さんのでは。けど
こんなちっちゃい中に金魚がこんなにいっぱい。そして中はサーカス。春尾がかわいい。多分決まるの早いだろうな。あとこちら、今回初参加していただいた一人、高橋かえさんの夢の香りです。かえさんはこう絵がちっちゃいんですけど、このちっちゃい絵の中にあのなんていうのマットがあるみたいに書いてあるんですよね。 色が塗ってある。でなんかこういうね、なんか香水瓶とかね、あともう一個あっちにあの金魚の絵があるんですけど、それもとっても素敵。サイズ感はもうこれぐらいです。本当になんか集めたくなるような作家さんだなと思いました。全然終わらない。はい、お人形をお待たせいたしました。こちら聖子さんの紅まとう、24万2000円です。見てください、完璧に美しい。瞳の色も綺麗で、あと歯も生えてます。あの大きさも60センチっておっしゃるんですけど、もっとね迫力のある感じの子です。はい、じゃあ続いて、もうね本当はじっくり紹介したいんですけど、今回初参加の林優香さんのハフリちゃん。ハフリちゃんはね、あの本当に実物の方が可愛くて、横顔がすんごい綺麗なんですよ。ね、お着物といろいろね、あの小物もすごいものを持たされています。あの今回初参加の林優香さんは箱とかもねすごく、あのこの箱はつくのっていうような箱を作ってらっしゃいます。じゃあハフリーちゃんの隣のアンジェリカちゃん、この子印象的な子ですよね。なんかちょっとセクシーに見える。上から見るとこうなんですけど、ちょっと下から見るとこうぽってりした口から歯が覗く。目は緑で、スチームパンク風の服を着ています。ブーツも作ったそうです。すごい。今回出してくれてるもう一人ね、シャルロッテちゃんが他の場所にいるんですが、3体ともサイズが同じぐらいなんで、こう並べていろいろ撮れたら楽しそうと思いました。はい、ツイッターでもみんなが綺麗綺麗可愛い欲しいって叫んでいるレイジネネさんの赤黒オランダさんです。こんな風にあの人魚みたいな格好をしているんですけど、実は脱げば球体関節人形のオールビスクの子です。ねねさんのこのタイプの子でも相当綺麗だと思います。はい、でこの子が、このソファーというかソファーと、あと専用箱付きで15万4000円です。綺麗です。はい、後ろにまた様子の違う和服の可愛い子がいます。エンさん作の葵ちゃんです。エンさんはあの和顔の子の方が作るのが難しいそうで、この子かわいいかわいいって言ってたら、あの急遽金魚店の子に変えてくれました。でここにあるあの絵なんですけど、エプロンこのために作ってくれたんですが、まあエンさんの手書きです。で足の裏とかも作りがすごいので、あと手ね、エンさんのほら手相とかまたあるような感じ。葵ちゃんは抱き人形仕様で24万2000円になります。そしてここにいるこの迫力の大きなちょっとね古い文化人形は、高平美奈さんが昔自分で作ったという大きな子を託してくれました。大きいですよ。でもご自身でね、昔のものだからって言って2万7500円で出してくださってます。よいしょ。そしてこちら松田珠恵さんの金魚姫のバカンス、こちらが4万1800円税込みです。で本当にちっちゃいんですけど、わかります？この神業的小ささ。
でもなんかね、今回ロシア風の顔というか、こう目は碧眼で髪は金髪で、結構こういうので和風の子を作ってくれることがあったんですけど、今までとまたイメージが違います。フル球体関節なので凄まじいなと思います。大変です、これ作るのは。で、この金魚鉢とここにあるちっちゃいテーブルもセットでこの41,800円になります。あと松田さん、こちらのね、ちっちゃい作品、中の金魚作られててね、でこちらゴールドフィッシュというタイトルで11,000円になります。チビシリーズまだいきます。はい、レイジネネさんのお出かけベイビー、どれぐらい小さいかというとですね、画像で見てもちっちゃいんですけど、実際見たらびっくりします。オールビスク6センチ、すさまじい小ささこれで顔もちゃんと可愛いんですよ、ネネさんの顔してて。ここでね、どこかだけ布ボディになるとかならまだわかるんですが、でこちら今回あの初めて作った子だからということで、あのこの箱付きで 27,500円です。みんなにえーって言われてました。多分次回からもうちょっとお値段は上がると思うので、ちょっと今回限りと思っていただけた方がいいかと思います。ねねさん箱も頑丈に作られていて、この子のままあのアフターコロナでこの子を連れてお散歩に行けるようにっていう気持ちを込めて作ってくださったそうです。よし、ここで一回ストップします。次に続きます。